玄道寺駅は、静岡県富士宮市玄道寺町にある、東海旅客鉄道みのぶ線の駅である。駅番号は、CC05。玄道寺駅は、富士宮市の旧富士宮地区に位置し、1日あたり約700人の乗車客がある、無人駅である。普通列車のみの停車駅であり、みのぶ線で運行される特急、富士川は通過する。 JR 東海によって運営されているが、1930年の開業当初は、私鉄の富士見延鉄道が運営していた。その後、同鉄道の国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海に移管された。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。線路、ホームはほぼ東西に通っており、南側のホームは、下り列車が使用する一番線。 北側のホームは、上り列車が使用する2番線である。ホームの中ほどで線路の下を湯沢側が流れており、その部分のホームは、鉄橋上に設けられている。ホームは、西側にある、玄道寺踏切と東側にある、塚田踏切の2つの踏切に挟まれ、駅の出入り口はこれらの踏切がある道路に面して、開設されている。無人駅で、駅舎はないため、 各ホームから直接外部に出ることができる。また、古線橋は設置されておらず、2つのホームを行き来する場合は、駅外部の踏切を使う。開業当初は、木造平屋の小さな駅舎が一番線ホームの富士宮寄りに設置されていた。1983年に無人化された後1999年に、この駅舎は撤去され、その後地に、 簡単な待合所が新設された。自動券売機などの設置はなく、当駅で乗車券を購入することはできない。また、駅の管理は、管理駅の藤宮駅が担当している。静岡県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。藤宮市の郊外にある駅で、駅周辺には住宅が多い。 藤根方の駅前にはロータリーが整備されている。駅の下を流れる湯沢川は当駅の南約1キロメートルのところで、うるうい川に注いでいる。当駅の近くから、藤根駅付近まで湯沢川及びうるうい川に沿って、東京製紙、王子特殊紙東海工場藤宮製造所など、製紙工場が多く立地する。ありがとうございます。